トータシクブスは CVS のマイクロソフト、Windows 用クライアントで GPL でリリースされている。ほとんどの CVS ツールとは異なり、トータシクブスは Windows シェルに組み込まれており、ファイルエクスプローラーのコンテキストメニューの要素に追加される。したがって自分自身の Window では動作しない。その上、トータシクブスはスタンドアローンのアプリケーションを実行することなしに、 CVS で管理されたファイルとフォルダーのアイコンの上に追加情報を表示することができる。トータシュクブスの名前はコンピューターのシェルとカメの殻の英語のダジャレである。そのロゴのカメはチャーリー・イーバーノン・スマイスと呼ばれている。プロジェクトはフランシス・アービングがクリーチャーラブスに雇用され、その社内向けにより良い CVS のインターフェースを提供することから始まった。 いくつかのソースコードには WinSubs と CVSNT から派生したものが含まれている。2000年8月4日に初めてリリースされた。CVS サーバーとの通信時にトータシクブスは常に引数として C を追加する。これが原因で標準的な CVSNT でないサーバーの場合、この引数を認識していないとして失敗する。ありがとうございます。